こんにちは、ヴィンセントです。ついにジョジョの奇妙な冒険が明日からコラボ開始ですね。で、久しぶりの新規ということで、楽しみにしている人もめちゃくちゃ多いと思うんですけど、今回はもうかなり強いと思ってて、環境が変わってくるような感じだと個人的には思ってます。で、20何体かいるんだけど、もうこれは絶対に欲しいっていうのを11体選んで、ベスト11点数つけて発表していきたいと思います。よかったらぜひ見てください。はい、ではまず11位です。11位はこのスパイスガールですね。これは見てわかる通り7ターンの間のダメージ軽減ループで、軽減ループはパズドラにおいてやっぱかなり強いので、もう何体でもこれは欲しいよねっていう系のキャラクターになってますね。で、スキブ6だったりとかウェイを10個分できたりと、使い勝手もめちゃくちゃ良さそうなんで、まあどう考えてもこれは強いかなと。リーダースキルに関してもお手軽なリーダースキルで、まあ、結構使いやすそうですね。めちゃくちゃ強いっていうよりかは本当お手軽で結構強いっていう感じになってると思います。で、アシストもこれ5ターンの間ダメージ半減、ダメージ半減5ターンで11ターンで打てるので、相当軽いターンで打てるんで強いですね。で、闇属性付与できたりウェイがついてたりと、この、アシストもかなり強いと思います。はい、では第10位です。10位はビネガードッピオですね。まず18ターンで変身できるので、軽め、だいぶ軽めに変身できますね。で、変身後がまずこれ指3つに10強4つなんで、覚醒自体は相当強いですね。やっぱスキルがちょっと面白くって、1ターンの間スキル使用負荷プラス5属性と回復ドロップが消せなくなるので、本当に何もできなくなっちゃうんですよね。スキルも使えないし、攻撃することができないと。まあ、ただダメージ無効化して、覚醒無効とヒットポイント全回復してくれるっていうところですね。まあ、なんで公式でも言ってたように、公式放送でも、まあ、整地したりするんですかね。うん、で、次のターンに備えるっていう風なのかな。8ターンで打てる、この、なんだろうな、表のスキルでダメージを無効化が8ターンって打てるのは多分破格なんですよね。なんで、これが実際どうなのかっていうのは使ってみないと分かんないんで、面白いんで、ちょっと欲しいですね、これはやっぱり。で、リーダースキル自体も闇火の同時攻撃でダメージ激減なんで、だいぶ簡単に激減は出せて、で、3コンボ加算だったり、固定ダメージがあったりと。で、操作時間も5秒延長なんで、これリーダースキルも相当強そうですね。だいぶ使い勝手は良さそうなキャラクターになっていると思います。で、アシストもこれ相当強くって、まあチームヒットポイント強化3つついてると。で、闇ドロップ強化だったりとか、闇属性付与があったりとかして、で、スキルも1ターン間ダメージ無効化が12ターンで打てるっていう風になってるんで、これは武器相当強そうですねって感じになってます。はい、では第9位はカーズですね。カーズは22ターンで変身ができます。で、変身後がこちらですね。覚醒はもう見てわかる通り相当強そう、火力もだいぶ出そうですね。10強3つにウェイが4つ分なんで、相当に火力は出ます。で、3ターンで打てるこのスキルがやっぱ破格、1ターンの間操作時間が 1.5 倍とダメージ無効を貫通で、4コンボ加算に上限値が40億になるんで、まあ、変換こそないものの書かれていること全てがめちゃくちゃ強いので、まあ、サブ性能としても相当にこれは高いんじゃないかなと思ってます。で、リーダースキルもこれも普通に強いですね。光闇の同時攻撃でダメージ激減で、闇の2コンボ以上する必要があるので、まあ実質光と闇2コンボっていう感じにはなってきそうですね。まあ普通に強そうです。で、アシストもだいぶ強いですね。ウェイが1個あったりとか、お邪魔プラスがあるという感じで、で、5ターンで打てる 6ターンの間闇属性のエンハンスって感じになってますね。この武器も普通に強そうですね。はい、では8位です。8位はこの空城ちゃんですね。はい、では、22ターンで変身って感じになってますね。で、変身後がストーンフリーっていうキャラクターになりますね。で、これパッと見た感じがやっぱりクラピカの上位版かなって感じがしますよね。クラピカも相当の間使われてましたけど、まず、覚醒はもう3色強化だらけって感じですね。まあ、火力は相当に高いと。で、2ターンで打てるこのスキルも破格になってると思います。ダメージ上限値が35億に、3色攻撃強化の覚醒数に応じて攻撃と回復が上昇。まあ、相当、このスキル自体も強いですね。で、リーダースキルもやっぱかなりこれ強いと思ってて、
ドロップ4個消しで固定1ダメージなんで、これはもう絶対に毎回できる。で、3色以上同時でダメージ激減。で、4コンボ加算っていう風なんで、コンボ加算が4つもあって固定ダメージもできて、で、激減なんで、多分これはもう相当お手軽にかなり強いリーダースキルになってると思うので、まあ、覚醒、持ってスキルも強いんだけど、リーダースキルが個人的には相当強いんじゃないかなと思ってます。はい。で、武器に関しても、普通にめちゃくちゃ強そうですね。っていう感じで、フリーが第8位です。はい。では、第7位です。7位は、これ星5なんですけど、絶対に1体は欲しいなっていう、ダイバーダウンっていうキャラクターですね。これは、変身キャラクターではないですね。で、今回から、始まったその3ターン後に発動系の、その、後に始まる系ですね。これが果たしてどうなのか使ってみないと何とも本当に分かんないんですけど、まあ、1ターンでスキル打てて3ターン後に発動で攻撃タイプの攻撃力が20倍なんで相当高そうなんですよね。まあ、カイドーパとかと合わせたりとかも全然ありそうだし、うん、で軽減ループとかを基本貼っといてで、必要なところでこのスキルを打つみたいなこともできそうですよね。使い勝手はだいぶまあいいのか悪いのかわかんないですけど、いろんな使い道がなんかありそうな気はしますね。まあリーダースキルっていうよりかは、サブで使われる感じになるかなって感じですね。でアシストも、スキル封印耐性があって4色強化があってと、まあ、これもかなり強い武器ですね。でこれ武器もその2ターン後に発動系なんで、でダメージ無効貫通が2ターンの間で20倍の攻撃なんで、これも相当強そうですね。感じでダウンが第7位です。はい。では第6位はこの一部のリオブランドですね。リオブランドは23ターンで変身ができます。で変身後がこれですね、まあ、覚醒はもうめちゃくちゃ強いですね。10強3つに3色強化が2つついてて、で2ターンの間でこの打てるスキルがやっぱ強いですね。一つ残念なところがあるとすると、ロック解除がやっぱついてないっていうところが気にはなりますね。ロック解除がついてたら、もう一個ランク上だったかなって感じはありますけど、まあこれも相当スキル強いです。で、リーダースキルも、まあ水の2コンボ以上っていうのはあるんだけど、4コンボ加算に固定1ダメージだったり、で、悪魔タイプって縛りはあるんだけど、ヒットポイント 3.3 倍プラス軽減があるので、耐久値としては相当に高そうですね。なんでこれ、リーダースキルとしても結構使われるんじゃないかなと思ってます。でやっぱこれでですね、初めて始まったこのスキブマイナスっていうのがついてるこの石仮面ですね。これがバインドに7強と無効貫通が同時についに、今回から実装ということで、まあ、スキルも強いんですけど、やっぱこの覚醒がね非常に強力なんで、まあ、スキブマイナスっていうところはあるんだけど、やっぱりこれは強そうなので、まあ、そういうのも含めてこのランキングになってます。はい。第5位はジョナサン・ジョースターですね。ジョナサン・ジョースターのこの進化前に関してはもうどう見てもシバドラと一緒に使ってくださいっていう感じになってますよね。まあ、これを見て、あ、シバドラまだ1期まだ続くんだなって思いました。まあ、どう考えても強い。リーダースキルも35倍と火力出るし、まあ、スキルもダメージ無効貫通だったり、上段2列を火に変化っていう風と、まあ、完全にシバドラ系ですよね。まあ、レオと組み合わせて使うとかでも相当強そうですね。で、究極進化の方は、それこそサボだったりとか、エルフリーデとか、あの辺のリーダーと合わせるとかなり強そう。合わせるとというか、その中に入れるとめちゃくちゃ強いんじゃないかなと思います。これもそれこそロック解除だったらもっと最高だったんだけど、まあ十分すぎるほどの内容になってるんじゃないかなって感じですね。で、アシスト自体もバインドと7強で指があったりとかして、相当覚醒がまず強いですね。で、スキル内容も3ターンの間、強化ドロップと火が落ちやすくなって、で属性吸収とダメージ吸収を無効化できるんで、これスキル自体も相当強いんで、かなり強い武器となってますね。はい。では第4位です。4位は、これはキラークイーンですね。24ターンと若干ちょっと重めかなっていう感じにはなってますね。で変身後がこちらですね。これがやっぱりどう見たって強そうで、とりあえず10球続いてるんで火力は間違いなく高いと。
で2ターンの間火と火属、闇属性が5倍でダメージ吸収と、属性吸収無効化が2ターンで打てるんで、2ターンで打てるスキル内容じゃ本当ないんですよね。ただ3ターン後に発動っていうところなので、まあ忘れずに打てるかどうか、必要なところのちょっと前にこれを打つっていう必要性があるので、まあ忘れずに打てるかどうかっていうところと、あとちょっとそのなんだろうね、ぐだついてそこに行った時に実際にこれが、スキル切れちゃってたりするとまたもう一回打ってみたいな、そういうグダグダになっちゃうことがないことはないのないだろうと思うので、その辺の、使い勝手が実際どうかなって感じですよね。まあ、リーダースキルは5攻撃1個につきっていう感じなんで、まあ、ルフィとかあの辺と合わせることもできるのかな。まあ、とりあえずはサブ性能が気になるところですよね。はい、でこのアシストも、敵の残りヒットポイントが 40% 減少っていうのがある時点でもうめちゃくちゃ強いですね。で7強がついてたりと、まあ、相当強いアシストにこれもなってると思います。悪魔タイプも追加できますしね、相当強いですね。はい、では第3位です。3位はこちらのディオですね。これも26ターンで変身なんで若干重めにはなってるんですけど、遅延がついてたりとかするんで、まあ、その辺は結構ありがたいところですね。でこれは進化と、究極進化とあるので、この究極進化の方はどうなんでしょうね。まあウェイ最大12個分までつけれるんで、相当これも火力出せるので、こちらの携帯も余裕があったら絶対1個は欲しいなっていうところですね。でもやっぱりメインはこちらのこの進化の方ですね。はい、で26ターンで変身後にこれ、3ターンで打てるスキルで、自分のダメージ上限値がついにカイドウを超えて99億っていうところですね。で自分の持っている覚醒自体も4色強化が相当ついてるんで火力は間違いなく高いと。ただやっぱりカイドウがロック解除してその盤面全部変えてくれるっていうところがあるので、そこを考えるとこの盤面のスキル変化するのがないっていうのは果たしてどうなのかなっていうのは若干思うところではあるんですけど、ただ他のところで変換をいっぱい入れてればその辺は気にならないと思うので、3ターンに1回99億もっと言うと1人で200億出せれば相当な、それはなんだろう、アドバンテージというかになりそうな気はするので、まあ間違いなく強いだろうなとは思います。でリーダースキルも、固定1000万ダメージがあったりと、で悪魔タイプが 4.2 倍なんで相当これも強そうなリーダースキルになってますね。でアシストも4色強化に悪魔タイプ不要に指があったりと、遅延ですね、これも、まあ、どう見ても強いアシストになってます。はい、では第2位です。2位は結構1位か2位か迷ったんですけど、まあ、こちらのキャラクターを2位にしました。クレイジーダイヤモンドですね。20ターンで打てるので、まあ、そんなにこれは重くなく変身することができますね。で変身後これ10強4つにで回復強化が4つ分あるので、火力めちゃくちゃ出るのに回復もめちゃくちゃできるというところですね。で今回のこの前の公式放送でチョッパーが今一番なんだろうな、あの使われてるみたいなサブでっていうのがあったんですけど、まあそういう系ですよね。あのやっぱりサポートは絶対に必要なので、そのサポート役が4ターンで消せないとバインドと覚醒無効全回復できるので、そういうサポートができながらダメージ上限値50億にして、まあ、50億の火力で殴っていけるでしょうから、この10強4つっていうのは、まあ、そういったサポートと火力と両方を自分一人でできちゃうっていうところはでもどう考えても強い。ただチョッパーに関してはその光と木がある、その木があるっていうのはやっぱ相当大きな部分の一つだったりするので、まあ、当然そういう違いはあるんですけど、まあ、どう見たってこれは強いに決まってるよねって感じになってると思います。でリーダースキルもやっぱり強いですね。光回復でダメージ激減に3コモカさんに回復も毎回してくれる系になるので、まあ、誰かと組むといいのかなっていう感じにはなってますかね。はい、でこのアシストも毒耐性プラスにスキブに自動回復かな、これもついてて、まあ、相当覚醒も強いですね。はい、では第1位です。1位はジョータローですね。26ターンで変身、まあ、スキブ4つあるんで、まあ、若干重いんだけど、まあ、まあまあ許容範囲かなっていう感じになってますね。で変身後が
こちらですね、10強が、5個、やばいですね。10強5個なんで、まあ、火力は3125倍だったかな、まあ、相当に高いと。でスキルも3ターンで打てて5秒間時を止め10コンボ以上するとダメージ上限値が99億、まあ、これもなんで間違いなく200億系ですよね、まあ、相当に火力は高いんで、まあ、あとはコンボ加算があるリーダーでやっぱり使う必要性はありそうですけど、まあ、どう考えても強いですね。でこの究極進化の形態もジョータロに関してはめちゃくちゃ強いんですよね。なんかエースみたいな感じにちょっと見えますけど、6ターンで打ててダメージ吸収と属性吸収を無効化で、エースに関しては盤面の、変換があったんですけど、こちらに関しては自分のエンハンスが10倍っていう感じになってますね、まあ、これも相当強い形態だと思います。あでリーダースキルもね、これも激減系でだいぶ強そうですよね。こちらの方のリーダースキルも全パラ、攻撃タイプの全パラが 4.2 倍なんで、これもやっぱりリーダー強いですね。なんかもう本当にあのジョジョのキャラクターでリーダースキルがバーってしばらく埋め尽くされるんじゃないかなっていう気はするぐらい、リーダー性能がやっぱかなり高い気はするんですよね。でこのアシストも3ターンの間、3ターンヘイストと、自分のエンハンスと無効貫通が20ターンで打てて、スキブだったり3色強化がついてるんで、まあ、間違いなく強い、もうめちゃくちゃ欲しい武器って感じになってますね。はい、まあ、相当強いコラボだと思うので、まあ、自分はもう全力で限界まで引きますけど、まあ、非常に楽しみですねって感じで、長い間ご視聴ありがとうございました。